浜田博明と言います。鹿児島県の奄美大島出身です。セロトニンっていう、脳の物質を調べてまして、セロトニンっていう物質は脳ですごい9個ぐらいセロトニンを出す領域があって、そこを今まではその薬でしか刺激できなかったので、どこが刺激されたか分かんないんですけど、僕は光電学って言われるような特定の神経細胞を光で操作して、僕が分かったのは報酬、何かご褒美をもらった時に脳活動が高まるような場所だったり、人間のそうですね、気分とか関わるようなところだったり、罰とかいうところが関わる脳領域っていうのがセロトニンを刺激することで活動が高まるっていうことが分かって、で今回僕たちやった研究成果っていうのは、その覚醒化起きている状態の時の研究の結果で、ちょっと今まで知られていたような研究成果とはちょっと異なるような結果が出たので、そこは新しいところだったんじゃないかなと思います。オイスト選んでよかったのは、やっぱり外国の人すごいたくさんいて、自分が今まで触れてなかった文化にたくさん触れる機会があったので、日本人だからこそ日本人に少し期待してしまうところっていうのはちょっとあると思っていて、それがなくやっぱりいろんな人とコミュニケーション取れるっていうのはすごくいいですし、やっぱ学生へのサポートっていう意味ではすごく手厚くやってると思うので、そういろんな人たちと関わりながら、チームを作っていったり、いろんな人生の楽しみ方を知るってことができたのはすごい良かったかなと思います。奄美大島だとあんまり大きなビーチがなくて、結構山が多いんですよね。でも沖縄だと結構長いビーチがあって、僕結構そのビーチを走るのがすごい好き で、観光客の人もやっぱり海を楽しむ人がたくさんいるんで、そういう人を見ながら、そうですね、なんか週末に10キロぐらい走って、で日を浴びて、その後に近くのカフェで休むみたいなのはすごいよくやるんですけど、それがすごい好きです。卒業後は東京の AI のベンチャーの方に就職する予定です。そこでは CEO の人がもともと神経科学者の人なので、その人と一緒に人間の好奇心とか AI の好奇心っていうところについて研究する予定です。